天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。天才ピアニストの竹内です。おしっこはしたいことマスミです。マスミさんがね限界ですから、はい。大丈夫ですか、行かなくても。まあ、そんな中お水の追加をしますけど。ストイックですよね。自分を追い込んでいくというね。まあでもこっからね。見上げたもんやで。食道を取って胃通って腎臓でろ過して尿になるにはね。はい、30分以上かかるんで、ね、今飲んだは関係ないですね。ないです。尿意とは、はい、ね、ということでよろしくお願いいたします。昨日はね、はい、サラダの一件についてお届けしましたけどね、うん、電車乗ってる時にさ、はい、晩ご飯の献立の相談でっかい声でしてる主婦二人組おったやんか。ありがたかったな。めっちゃありがたかった。普通にね電車結構混んどってね、うん、で私らも立っててね、うん、まあ、そしたらもう混んでるからこの辺におばさんおんねんけどこの距離にね2おばおったの、うん、ほんで私家にひき肉あんねんけどもどないしたらいいかなとか言って、うん、ほんでもうこの距離で、ね、ずっと私らはもうこの辺で、この辺でパイプの横のせやけどね言うて、うん、この距離でね晩ご飯の相談を聞かせてもらうって機会があったんですけどね、あれは誰も喋ってない中で、ね、結構な声量でね、そう、なんであんな声張ったのな、うん、おもろかったんですけどね、それを聞き応えあってね、うん、なんかひき肉ぶひき肉あんねんけどな、何したい思うとか言って片方とか、うん、その相談してる側が、うん、いやもう家に野菜いっぱいあんねんけどサラダにすんのもめんどくさいわ。そうそう、だからこっちもさ野菜いっぱい凍ってるからさ、そうちょっとこうカビになって、あ野菜いっぱいあんねんけどサラダめんどいんやってもう切んのがかないやろ、野菜はいっぱいあんねんで野菜いっぱいあるんかね。そうね、奥さん作ってきはった、まあ、主婦 AB がおったら、うん、B は何も作ってきてなかったし、うん、で A はあカレーも作ってきた、えらいなー言って B が、うん、えらい奥さんもカレー作ってきた、えらいなー、もうだから2人で出かけるからね、うん、で晩ご飯どうしよう言って、もう今日パパもおるしねー言って、今日パパおんのそうそうそう、パパおるんかいな、ひき肉あるからどうしよう、もキーマカレーかな、キーマカレーか、何したらええ思うって、そのまさかのお題をね、そうまずその B に丸、あ A に丸投げしてん、うん、B の人が豚ひき肉な、豚ひき肉はないけど何作ったよもうって、丸投げしたと、肉か、シューマイかな、サラダ切んの面倒やつ、シューマイなんか包まへんねん、なんで1個目豚ひき肉でシューマイやねん、めちゃくちゃ料理上手やん、尊敬するわ、ほんまにそうそうね、シューマイを手作りするっていう発想がもうすでにちゃんと料理してますというか、ね、あのさやっぱ冷凍食品が先に浮かび上がってる、そうそうそう、551とかこうで書いたらええやんとかな思うやん、そう豚ひき肉でシューマイ、そんなサラダ切らへん人は作らへんってと思ったということは皮とか買いに行かなあかんでとか、そう でも案の定その主婦 B が、うん、めんどくさいな聞いといてね、自分が丸のげしといて、でそこでまたキーマカレーか、主婦 B がなカレーキーマカレーっていうのもこっちは腑に落ちてないで、うん、野菜切るめんどくさい人がな、うん、キーマ作るけと思って、そうやね、でもねもうなひき肉が限界のニュアンスやってんな、そうやね、うん、で主婦 A は多分キーマカレーを作る習慣がないんやろな、そう家庭によってはさもう普通のカレーしか作らへん人が多いやん、うん、だからキーマに全然うなずいてなかった、そうそうだってなって、で麻婆豆腐どっちが出会わせたんだっけ、あれ麻婆豆腐は自分で言い出してん、で結局自分っていうか自分めっちゃ浮かんどってん一人ぐったりな、いやそぼろ丼とかな、えせやけど鶏やら牛やったらええけど、そう豚はしっこいか、そうそうそう私は合いびきですんねんって言うわ、私も合いびきですんねんもうえって早く決めろやメニューっていうな、めらい盛り上がってきたんで、淀山市から難波の間でねずっとね聞かせてもらったな、めっちゃおもろかった、でもひき肉なでもな今日も使わないな、麻婆豆腐か、麻婆豆腐ひき肉やなみたいな、もう A は飽きてきてんねん、そうやねB がずっと自分のひき肉で精いっぱいやからな私はな、うん、そのひき肉えらい言ってるで、生のな、うん、豚のひき肉あんねんって言ってるけど、うん、冷凍せえやと思って、そうやね、冷凍したら別に今日より消費せんでもええねんけど、ね、絶対気をせなあかんねんって言うからさ、そうそうそう、冷凍してなんか今お出かけしてんやったらなんかこうで帰ったらええやん、デパ地下とか、そう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 、まあ、スーパーでもね、うん、うん、そんで麻婆豆腐か、麻婆豆腐やな、ひき肉やもんな、そうやな、でも A の人がもう、うん、そうやな元気なくなって、せやけど麻婆豆腐あれやで、うちのパパもう最近木綿で作ってくれ言うね、崩れんの嫌なんか言ってな、昨日の方が美味しいやんな、 A が木綿で、そう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 、 B の人の
旦那さんが木綿派やねんな。そうそうそう、で木綿で作ってくれってな、木綿、ね、でも A を聞いて B もな、絹の方がな口当たりよって美味しいのにな。そうやろ、崩れるか知らんけど、でもあれはあるからな、それ豆腐買って帰ろうか、ほんなら、うん、豆腐家に何もあらへん、あらへんから、うん、サティやろサンディ、サンディ、あ、サンディかめっちゃ主婦やんと思って、サンディ走ろう、サンディ走らなあかん、サンディやな、2人でな、そうそ う, そ う, そう、もうあの多分思い浮かんでんやろな、同じサンディが、そうそうそう、あっこのサンディやろっていうな、結局サンディやな、サンディやな言うて、めっちゃ主婦の会話やったな、あれよかったな、あれああいうラジオあったら聞いてもらうかも、いや確かに、なんか主婦だから私らがやっぱそこに行かないとダメなんですよ、せやな、うん、だからそのもうなお笑いボケツッコミ、そんなんじゃないんですよ、お笑い業界がどうとかね、あのゴシップとかどうでもいいんですよ、せんね、ほんまに今日この食堂なんか何しようかしら、何しようかしら、昨日のラジオが正解なんですよ、私これね野菜もお安かったから買うてきて、見てキノコのパック3個入り、奥さんほんまこれやったら 何してたの言うて、そういうラジオをお届けしたいんですよ、うん、やっぱ人んちの献立とか気になってもうな、確かに、であれさ、もしあのおばちゃんの会話が、うん、ラジオやったとして自分が主婦やったら、うんうん、あれ夕方4時とかに流れとったら、あ、麻婆豆腐ええなって、うん、そうやねん、思ったよな、思った、てか麻婆豆腐の口には鳴らしてもらったもんな、そうやねん、で、うん、いや、せやけどそんな麻婆豆腐だけで済むんかっていうな、そうそうそう、あと一品いるん違う、まあお米は炊くとして麻婆豆腐となんかな、緑のもの、麻婆豆腐だけだからな、だからな、もう一品いるわな、そう大変やなとかも思ったね、やっぱ主婦は一品だけで成立せえへんからさ、そうや、別に自分ちやったら大量にフライパンで麻婆豆腐作ってこないしてこたえもんな、でもパパもおるから、パパ今日パパおんねん、パパおるんかいな、パパおるのやっぱ残念なトーンやったな、うん、パパおんのほんでさ、やっぱあのやっぱりリスペクトなのは、うん、2人で多分お出かけしてるんですよ、うん、今日はね、おしゃれして何を言ってきたか知りませんけど、そうそうそう、でもやっぱり晩ご飯のことを仕込んできたり、うん、遊んで帰ったからってソファーで寝転がってそのまま 寝てしまうってことができないんだなっていう、え、どっかのご念頭にずっと置いてるんやなっていうのはすごいよな、うん、無条件で自分が飯を作るという家族の、お前やったら今日のランチこうやったな、今日はあそこの服屋さん見てどうやったなとか言いたいところやけど、うん、もう脳切り替わってんの、そうやね、すごいな、気に食わんねんけどどうしたよ、マグキーマかキーマ作りな、そんなキーマを何回も言うようであればキーマほんまにピンとこなさすぎて笑いそうなったわでもやっぱその A 主婦 A のカレーに引っ張られたよな、あーそうやな、で偉いなって言った時に、うん、その主婦 A の人がカレー、私カレー作ってきて、うん、あ偉いな、ほんでカレーやったらカレーだけでもんなって言ったあれだったやん、だからやっぱその一品でいけるというカレーの素晴らしさ、そうやな、うん、それでいいな、な私かてひき肉を使ってキーマ作ったらもう後のおかず作らんでええし、うん、キーマがええなってなったよなキーマってそんなやろ、珍しい、うん、でもまあまあ大変やなと思いましたね、主婦のこと、いや、そうやな、やけどああいういいわ、あんなラジオが一番ええんちゃうか、日常会話がむちゃくちゃ広がりまくってたもんな、広がってたね、うん、ほんでなんかやっぱ共感できるというか、うんうんうん、もうこの主婦の方とかお母さんたちには絶対共感できる、いいですね、そういうのしたいな、やっぱそうやな、うん、洗剤1個だけでも話なんかできそうやしな、そうやね、あれあんまやろ、私最近ジェルボール使ってんの、うーわえらい切って、じゃじゃ、知ってる、ジェルボールって柔軟剤も入れんでいいの、はい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 、知ってた、私それ知らんくってさ、あ、そうなんや、ジェルボールはそのやつ洗浄するだけのものやと思って、あ、それもあるよな、でもなんかそのダブルのパワーで洗浄みたいなやつあるよな、でもそんな匂いないやつ、もうしっかりこうなんか4つぐらいにジェルの中で、あーいいですね、右心房、左心房、右心室、左心室、なんで心臓で言うねん、なんで心臓で言うねん、なんで心臓で言うねん、さっき言われた、なんでぐらい4つに分かれてて、分かりやすいなほんまにそこに柔軟剤も入っててさ、いいですね、で言うと長いこと私は液体洗剤と液体柔軟剤を、はい、あのドラム式なんですけど、はいはい、入れててんけど、うん、言ったら、まあ、そこまで邪魔くさいことはないけど、うん、毎日やるわけじゃないからそんなく、はい、2日に1回とか3日に1回やから、はいはい、でもジェルボール言ったらポンって掘り込むだけやん、そうやな、あれありがたいよね、ええー、でいいっていうか、うん、私えらい切って言ったんですけど、私、うん、ジェルボール大好きやねんか、あ、そうなん、まずジェルボールのルックもジャケ買いしたことあんねん、はい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 、憧れすぎて一人暮らしした時にもう、ああもう我慢できん、ジェルボール高いけど買おうってなってジェルボールのいろんな色買うたやん、そうやね、いろんな色あんねん、嬉しいなあれ、私やっぱ紫に惹かれるでな、
ピカレルでないラベンダー、はいはいはい、フレーバーの、あ、今だから多分私がそのはしゃいで買ってた当時より種類増えてると思うんで、あのオレンジみたいなのもあるし、グリーン、グリーンが多分あんまり匂いしなくて、うんうん、洗浄能力重視みたいな、はい、ピンクはもうダウニーとかみたいな、うん、しっかり強めの、まあ憧れるけどなピンクもな、うん、だピンクか普通のグリーンブルーみたいな2種類やったもん、うんうん、ボールとかそうやな当初な、うん、今だいぶ増えた、増えとんやな、紫をねお得用のパックでこうてつこてる、もう私なんかこうやって入れてたもんね、うわほい、もうなんか嬉しいやろあれ、嬉しい、見る時間あったもん、かわいいねこれ、なんかこれ行きたいさささペロッとすな、それペロッとした溶けるよあれ、危ないよあれ、水で溶けるやんな多分あれ、水で溶けるもんなのと思います、ただね私あれジェルボールを一個懸念してんのは、うん、柔軟剤が、うん、結構早い段階で洗い流されてしまうんじゃないかという、あー確かにな、第1回すすぎで洗濯機やったら多分ずれてるよな、多分そうやな、先に洗剤が行ってくれるやんな、行って、そう、そこだけちょっとだけ疑問、あ、まあ、なだけどまあ語れへんよ、あの憧れには、そうやね、まあ美女もあるしやっぱ楽やな、まあな、確かに一発でポンとね投げ込めるもんね、いいよねジェルボール、いいわよ、ジェルボール開発支部に移動したいもんなこっちは憧れるわあれ、でもなやっぱりなんやろ、柔軟剤と洗剤、洗剤でこう何買おうかな、今回はどんなにしようかなっていろいろ考えてる方がなんか生活の質上がりそう、なんかその、あ、質というかなんやろな、まあまあこの改善していったりとかしてね、うん、そうそう、今回はこれにしてみようと、うん、組み合わせとかありますけどね、ただもう楽すぎるな、いいな、よいしょ、ただその量に関してはどうなるんですか、対応できるの、あ、ジェルボール一応ね書いてある、何リッターの場合1個、何リッター以上2個、はいはい、で別に、少ない量でも香りを強くしたければ2個、あ、2個もったいないやろ、2個もったいない、私でもこの間ね、シーツ洗う時に2個入れました、うわ、香りつけたら思ってシーツに、あ、いい香りになりました、なりました、やっぱいいですよね、ご洗濯はね、うん、気分が上がるに越したことないですからね、うん、ちょっともうおしっこ行ってきます、はい、行ってらっしゃい、主婦ラジオでした、おやすみ、チャンネル登録ってした方がいいもんね、うん、私やったら登録するかな、私もすんのよ、登録してみたらどう、どう